ついに二人の女神が揃ったか。あの娘、おそらく自らの意志で己の記憶を封印していたのでございましょう。伝説の女神か。かつて女神はこの世界を創造したとき、はじめに黒い真珠を我々に与えた。だがそれは人間には使いこなせぬ早すぎた力だったのだ。女神は黒い真珠を与え、黒い真珠はクレリアと我々を生み出しました。今私がここにいるのも女神のおかげと言えぬこともございません。クレリア抽出の過程で生まれ出た闇の住人か。光生ずれば影もまた生まれる。それもまた女神の意志とするのが本道でございましょう。もはや魔道の力は女神を超えている。ダレス、それを証明してみせようではないか。はい。こんなもんだな。すごいじゃないか。いつの間にこんな地図を。なに、いくら資料があるからって喜べねえのがダームの塔だ。ざっと25階上の方は全くわかんねえ。おそらくファクトは最上階にいる。だがその前にルタを助け出さねば。助けるったってこの広さじゃな。ダームの塔、間近で見るとすげえもんだな。これは魔物の気配はない。今だ。ドギ、えい、どれにしようかなって。さすが、ちょろいもんだぜ。今だ、やれ。おれニオだ、魔物どもが襲ってこない。なに、きっとお昼寝の時間なんだろうよ。女神の片割れはラドの塔に。魔の結界はたとえ女神の力をもってしても抜け出すことはできまい。もう一人の女神は。い、取り逃がしましたが、女神は一人では何もできません。ご安心を。それと侵入者が3匹ほど。おほう、ここまで出向いてくれるとはな。盗賊とアドルだな。どういたしましょう。放っておけ。ミネアの守りが手薄になり好都合というものだ。ファクト様のお読み通りならば自衛団の縮小も免れないでしょう。人間とは単純なものだ。心に願うことあれば自分の都合で理由を選ぶ。大攻勢が待っているとも知らずにな。父さん、このまま浮かれたままでいいのだろうか。もちろん魔物が出ないならそれに越したことはないが。しかし守りを解いた後でもし魔物の大攻勢でもかかったらひとたまりもない。スレフ、
我々の決定を伝えに来た。自衛団は解散してそれぞれ町の仕事に戻ってもらう。なんじゃと。待ってくれ、いくらなんでも早計だ。このところ魔物たちもめっきり姿を見せん。きっとアドル君がこの国に平和を取り戻してくれたのだろう。ともかく早く町を立て直すのがミネアのためなのだよ。しかし魔物の動きも確認しないで自衛団を畳むことはできない。もう決定したのだよ。せめて俺が確かめてくるまで待ってくれ。後ろに一匹、左に一匹。やっとお出ましになられましたよ。これは右をやる、おめえは。じゃあ左だ。どれ。レベルが違うぜ。いちいち戦っていてはキリがない。突破するぞ。よっしゃ。このままにしておかれるおつもりですかな。必要とあれば私の魔力をもって一撃のもとに。構わぬ、放っておけ。しかし奴らの運命はすでに決まっているのだ。くそー、ルタの野郎、どこに捕まってやがって。おかしら、ここじゃねえみてえだ。よし、次だ。ここはどこだ。マップなんかクソの役にも立ちゃしねえ。なんだここは。ただの鏡か。いかん、触るな、アドル。アドル、アドル、超おかしら。ドギ、お前はアドルを探し出せ。俺は上へ向かう。おっしゃ。うわクト様、魔軍出撃の準備が整いました。その前に今一度お聞きしたいことが。なぜアドルをルタの牢獄に、しかも全牢獄に、しかも全魔の書斎そのままにして。おかしら、アドル、どうだ。くそ、迷子は二人になっちまった。迷子になったのは俺の方か。おかしら。ファクトよ、なぜ心を捨てた。おお、アドルさん、気がつきましたか。ルタ。そうですよ、私ですよ、ルタジェンマですよ。ルタ。いや、奇遇ですね、こんなところでお会いするなんて。牢獄の中か。完全無欠のね。まあまあ、慌てても仕方ありません。さあ、座ってお話でもしましょう。歌を聴けなんて言いませんから。いやね、話し相手がいなくて退屈だったんですよ。あ、あ。いや、面目ない。
ついに捕まってこの有様です。ルタ、ルタも神官の子孫だったんだ。おや、バレていましたか。人が悪いな。でもヒントはあげたでしょ。あの歌のことだね。ところで誰から私のことを聞きました。盗賊のゴーバンから聞いた。なるほど。じゃああなたにも見えてきたでしょう。え？もうすべてを打ち明けても良い頃ですね。かつてイースには二人の女神を助ける民として六人の神官がいました。その名はハグル、トバ、ダビ、メサ、ジェンマ、そしてファクト。ファクト？そうです。私はそのジェンマの子孫、そしてジェバ、サラ、ゴーバンはトバの子孫なのです。伝説通り魔が復活することを恐れた我々の祖先はイースの書を残してくれました。再びイースに苦難が訪れた時、勇者が来る。その勇者を陰から助けるのが私たちの使命なのです。しかしその子孫の中にも道を変えた者が生まれました。それがダルク・ファクト。ええ、ファクトは心を司る神官の子孫でした。なぜファクトは魔導に？それは。それは銀のためですよ。すべてはクレリアという銀を取り巻く悪夢だったのです。ファクトは魔物にエステリア中の銀を集めさせ、その銀の不思議な力を使い魔物の王国を築こうとしているのです。魔物の王国を？ええ、今まさにミネアに大攻勢をかけるため魔軍を鋳造しているのです。なんだって？ファクト様、ミネア殲滅の魔軍が揃いましてございます。あとはあなた様のご命令のみ。そうか、ご命令をお待ち申しております。ファクトも所詮人間。さあ、このイースの書を慎んであなたにお渡ししましょう。これはジェンマの書だね。ええ、残るは一冊、神官ファクトの書だ。一体6冊のイースの書を手にした時何が起こるというんだろう。さあ、わかりません。平和を打ち立てる勇者、言い伝えとは抽象的なものです。それが本当に良いことなのか悪いことなのか、それもわかりません。わかっているのはただあなたがそれをやるべく望まれたものだということだけです。フィーナ、もう地上の魔を払うだけでは手遅れなのかもしれない。早くしなくては。レア、私がアドルをそこまで導きます。アドルの剣士としての力を信じましょう。わかりました。オレーキー、キー、起き上がれ。全くこの塔は魔物の巣だぜ。急に出るんじゃねえよ。心臓に悪いじゃねえかよ。おいっとっとっと、おい、振り切ったな。ドギよ、まだな、二人とも一緒とは手間が省けた。ま、俺に任せておきゃすぐに見つけてやるってもんよ。おい、
置いてくなよ。ファクト、どこにいる。行け、魔物どもよ。ミネアの民を根絶やしにするのだ。急ごう。おい、アドリーよ。待て、この回廊、なんだか嫌な予感がする。ここで待ってて。まさかあんな罠まであるとは。油断も隙も夢も希望もありませんよ。お頭、待て。上に上がる通路はここしかない。だがまたあの罠だ。一歩でも踏み入れたら今度こそ戻ってこられまい。呪いの彫像ですね。それなら大丈夫、保証しますよ。それは私の家に代々伝わるブルーアミレットです。これには魔物の罠を無効にする力があります。ね、平気でしょ。何の部屋だ。通路なんてねえじゃねえか。隠し扉があるはずだ。隠し扉ね。おいでなすった。出るぞ。これがあれば私は心配ありません。存分に戦ってください。当たり前だ。その面倒見てられっかよ。おやおや。
んて勝て野郎だ。アドルさん、クレリアの力を信じなさい。魔法の銀は全てに有効です。クレリア、そうだ、クレリアは願いを力に変える。願いを力に、願いを力に、クレリアよ！おっしゃ！やったな、アドル。ああ。うん。およ、あそこ。隠し扉だ。うわあ！おかしろ。消えた。アドル、アドル、その声はフィーナ。フィーナだね。どうして君の声が聞こえるんだ。アドル、さあ扉を開けて。イースの書、ジェンマの書。あいつが魔物を引き連れて迫ってくる。人々がその恐怖に怯える中、女神が我々の前から姿を消した。それ以来、女神の姿を見た者はいない。悪魔の塔を登りゆくアドル、そして囚われの身となったレア。ミネア殲滅を目論む魔軍はついに動き始めた。今、バクトの野望にイースの悲しみの歴史が繰り返されようとしている。